では、早速本題に入っていきましょう。ええー、と結論から先に伝えてしまいます、えー、私たちがええー、と理想としているセールスマーケティングの組織はこちらでございます。まあ、よく見た図だなっていう感じだと思います。けれども、えっ、ー、とちょっと説明させていただくと、えっ、ー、とここの横軸は何かというと初めてお客さんと会ってから始め、お客さんに説明をしたりとか、いろんな情報でお客さんが本気になってきてで、お客さんが検討し始めて発注するというこのセールスの横軸ですね。 この横軸に対して、えー、小さな組織が実際実施すべきことというのは、Web を中心としたヒューマンタッチの活動をしていくということが重要だというふうに私は思っております。で、えーと、え嘘でしょ、こんなの。うちの会社は無理だよって思うかもしれないんですけども、 えといろんな会社さんの事例を持ってくるより自分たちの会社の事例を持ってきた方が早いなと思って持ってきました。実は私たちの組織もこのスキームで毎月リードを生み出しています。はい。そしてリードを育てて受注しております。で、さっき言った通り、私たち5、6名の業務委託も含めて5、6名みたいな感じの小さい組織でやってるんですけれども、えっ、ー、と、イメージとしては、ウェブの更新だったり、ウェブ作るとかっていうところには、 基本的に私たちのデザイナーがいたりとか、えー、と実際に作ってくれる制作,作担当者がいたりとかするんで、その人間と協業してやっています。で、一方で、ヒューマンタッチでどうしても動かさなきゃいけないところっていうのがあるので、まあ、この辺を1.5人月ぐらい使ってやってます。で、えー、とインタビューとかプロポーザルコントラクト、いわゆる契約のところは私がやってます。この動きを今やってるんですね。はい、この動きの中で、えー、とかかってるのは3人月で動いてるんですよ。 もちろんね、ウェブのディレクターというか、ウェブを実際に手を動かしたりとかする人間は、えー、と業務委託で外部だったりするんですけれども、えーと、この人数で回せてしまうということなんです。一つ一つ簡単に説明していくと、ウェブというのは、単純にいわゆるコーポレートサイトズドンみたいな感じではないです。講談で説明しますけれども、しっかりとホワイトペーパーあったり、記事があったりとか、動画があったりとかっていうので、お客さんの、えー、と受け入れやすいような形にしておくこと。そして えとこのヒューマンタッチでやっていくところは、ホームマーケット、まあ、いわゆるトイレスホームにどんどんマー,マーケティングしていく。これは、えー、さっき言った広告運用をして、広告運用すると、ね、月額20万ぐらい、ボーンと飛んでいっちゃったりするんですけども、セグメントしっかり切って、ホームマーケティングをしていくことによって、実はものすごい成果につながったりもしています。そして、えー、とセミナーをやったり、メールをやったり、コールをやったりということで、えー、とリードを活性化する動きということを、このヒューマンタッチでやっていくと。 というようなことを我々はしておりますで。で、実は私たちこの運用を通してですね、2024年1月は、えっと、3件の受注をしております。あ、これ、リアルな数字です。あんまり多くないように気がするんですけど、先ほどの話なんですけど、えっと、小さい組織で3件受注できるってなかなかないんです。で、非常に調子良かったなと思っててで、12月頭ぐらいまで僕入院してたので、12月の中旬ぐらいからこう回し始めて、これで成果出ているという感じなんですよ。なので、あのー、非常に、えっと、スマートに。 やるるることとで成果が出るようなな形になると思っています顧客障害単価の予測は、多分このお客さん1社当たり1000万ぐらいになるんだろうなって感じですね。2年間ぐらいかけて。うん、でもちろん紹介案件とかもありますけども、それは一旦省いています。はい、あ皆さん、ぜひこの辺とかあのスクリーンショット撮ってくださいあ。いいのか、アンケート答えてください。はいでえー、と続いて。 じゃあ、その組織を作るために最低限必要な役割とか機能とかって何かというと、この1から5のえとことでございます。一つ読み上げます。デジタル上で顧客動向を活性化するためのコンテンツが重要ですよというところです。続いて、デジタル上の顧客動向を監視する仕組みが必要ですよという話。あとは、それを活性化させるための、アクティベートさせるための行動が必要ですよという話。 そして、リードとの接点を創出するということと、毎月の先日の PDCA、これが実はすごい重要なんですけれども、この辺が必要ですと。で今日はこのあたりをしっかりと説明させていただいて、皆さんの事業の営業とかセールスマーケティングのヒントにしてもらえればなというふうに思っています。で、この活動を通して、実はよくねニードを探すこあ、ニーズを探すことがセールスマーケティングだっていうんですけども、えっと、僕はそうは思っていなくて、需要を作り出す。 これいいなってて思わせせ本気にさせることことれがセールスマーケティングの真髄ですと。まあ、よく聞いた話、えー、とだいぶ前に流行った話ですね、15年前ぐらいにですね多分マルケットというえっと会社がの役員か誰かがデマンドジェネレーションとかって言ったと思うんですけども、今こそまさにえっとちょっと時代古いんですけども、このディマンドセンターと言われている需要を創出する えっと、組織を作っていかなければいけないというふうに思っています。今、地域の企業の皆さんは、割とこれがちょっとしっくりきているみたいで、えっ、ー、と、かなり運用をさせていただいております。 で立ち返りデマンドセンターとはという形なんですけれども、えーとまあ、この1番の、この辺のお話は尾形さんがすごいしていただいたので、すごい参考になったな、勉強になったなと思うんですけれども、現状を知って戦略を立てて、STP して、それをターゲティングして、セグメンテーションして、でここに目がけてぶつかるぞって言ってぶつけていく、これがまず大前提、重要なのは間違いないです。で、えー、とその後2番ですね、ニーズを狩るだけではなくて、需要を創出する活動ということをやっていかなければいけませんと。 はいでえー、とこの図に書いてある通りなんですけど、オンラインとオフラインで、こう、初めて知って、ああ、そうなの、展示会で初めて知りました、あ記事読んで、なるほどなと思いました、なんか興味持ち始めたから、ちょっとウェビナー行ってみました。そしてあの自分たちの,あの その会社がやってるセミナーにもいて、理解できました。あウェブでもいろいろ情報転がってるな、面白いな、面白いな、でもいや、ちょっと違うかな、いや、面白いな、面白いなって比較してみて、検討して受注みたいな、なんかそういうような形で発注に至ると思うんですけれども、あのこの黄色の線のようにですね、人の考えは揺れ動くんです。あの正しいタイミングで正しく情報提供を することが非常に重要です。そのために真ん中にあるこのデジタル顧客動向を把握して活性化していくっていうことが重要です。把握するだけじゃ意味ないです。はい。このことがデマンドジェネレーションそのものだというふうに僕は思っていて、もうかれこれえっ、ー、と全前職ぐらいにいたときからずっと言ってることなんですけど、今こそあのあえてこれが重要かなというふうに思ってえっ、ー、と皆さんとえっ、ー、とこの活動をしています。 はい、で3つ目、リードを創出する手法ということで、デジタルコンテンツ活用型ということでございますが、えー、とさっきの1から5の中で言うと、1、2のところですね。はいはい、まず、基本的にです、ね、サービスサイトを作るということを僕はすごい重要だと思っています。これがコアだと思っています、はい。コロナが終わって、より一層顧客動向、B2B においても顧客行動はデジタルによっています。みんなデジタルで みんなスマホで情報を検索をします。はい、なので、サービスサイトが重要。で、B2B においてはですよ。はい、でそして、分かりやすく手短に伝わり、深く理解できるようなものが揃ったら、そしてそれを終える環境を設けるというのが重要です。終えるというのは、同行を終えるものですね。そして、発信していくという、この3つのプロセスがあります。 はい、まずこのサービスサイトで伝えるべきことというところを少し話をさせていただくと、まあ、ここにも記載させていただいている通り、まずは興味ありそうと思わせることがトップページで重要なんですね。でこれはまあよく言われている通り、えー、と何なんり、ね、5、6秒って言ってたかな。で、えー、と人は興味をしっかりと,、えーとせ興味、興味の範囲度をしっかりと判別して離れていってしまうというようなことを言っています。なので、えー、とよく最近の B2B の、えー、と新進経のスタートアップ企業さんは、もうトップの すぐ下にえっとショート動画入れてますよね。なので、興味ありそうと思わせることが重要。そして、その後初めて料金だったり、事例だったり、ノウハウ、サービス概要だったりとか見ていくと。で、最終的には軽く接点を持てる状態にする。すぐ問い合わせ来いやーみたいな感じで、ふんぞり返ってるようなページありますけれども、そうではなくて、トライアル、診断、資料請求などの小さい小さいコンバージョンを用意してあげるっていうのが、サービスサイトではすごい重要かなと。 いう,ふうに思ってますここの部分、少し、えー、と参考までにワイヤーフレーム、お客さんに提案したワイヤーフレームで問題なさそうなところを引っ張ってきました。えーとまあ、こんなようなものですね。えー、と企業概要、サービス、事例、料金、ノウハウで、そしてメインのマーケティングメッセージに下にドーンとこう動画があると。その動画っていうのは、長々としていなくて、どちらかというと30秒とか40秒ぐらいでサービスが分かるようなものにしておかないといけないという感じです。 でえー、とこれ、すごい重要なのは、ユーザーの顧客動線を終える状態になっているかどうかということです。何かというと、ノウハウ記事を見て、料金見たお客さんって、めちゃくちゃ熱くないって皆さん思いません僕は思うんですよ。今、実はあの <laughs> このセミナー始まる前に、えー、今日セミナー来ていただいている方が、私の会社のページ見てくれてたんですよ。 で、そのめ、私の会社のページ、今見てくれたよっていうのがメールで飛んできて、どこ見てくれてたかというと、地元スタディという私のメディアと問い合わせフォームを一回こうやってやり取りしてくれたんですよ。そしたら私たちに通知が来るんですよ。こういうように、グローバルナビをしっかりと整理することっていうのはすごい重要です。で、まあ、ちょっとした、ごめんなさい、豆知識というか、最近の僕の思っていることなんですけど、日本ってまだまだノーコードで、 えとウェブ生成するのって経営されがちなんですよね。あんまり良くないよとか。海外では多くの中小企業もほとんどノーコードでマーケティングしてるんですが、えー、と私、ワードプレスずっと使ってあの提支援とか提供してた、納品してたんですけども、えー、ちょっとね、エンジニアさんがやっぱ高いケースが非常に多くて、頭悩ませたんですけども、最近ではこのスタジオというツールが CMS プランもあったりとかするので、そこに加入さえしちゃえば、あの実装すごい楽にできちゃうんですよ。 なので SEO にもしっかりと対応できるような、えー、と構造的な優位性はあるので、まあ、ここの部分も含めて、私は最近ではスタジオというものを使って、えー、と納品させていただいてたりとかをしています。まあ、一部のマーケティングオートメーションもこれで動くことを確認しております。はい。で、えー、とこれ、えー、続いて、先ほど言った、この具体的にどういうことか、このページはどういうことかというとです、ね、概念をまとめました。えー、先ほどの横軸ですね。この横軸に対して、 横軸が全て埋まっている状態にコンテンツを用意しないといけないんですね。たまになんか何もなくて、ただ私たちの選ばれる理由だけしかないような、えー、とページがあったりすると、もうそれ、何のために Web 作ったんだろうみたいな、そういうような話になってしまったりしております。なので、こういう、えー、とそもそもお客さんが見に来たときに、しっかりと興味を育めるような、そういうような、えー、とサービスサイトになっているかどうかっていうのは、 えっとこのグローバルナビ考えるタイミングでは必要です。で、これ、B2B セールスマーケティングのは基本です。なので、えっと、ぜひ皆さんも自分たちのウェブがそうなってるかどうかっていうのを確認してみてください。はい、続いて、発信し届ける手法はあまりに溢れている。発信し続けろということなんですけれども、ちょっと待ってください。時間か確かめます。17ぐらいか。はい、ちょっと駆け足でいきます。 はいでまあ、ここに書いてある通り、結論を言うと、ですね発信方法は、今、私たちがやってるのは、基本この2つです。えっと、広告運用をやってたことあるんですけど、うん、と5万円で Google 広告回すより、えっと、うちのメンバーに3時間、問い合わせホームマーケティングやってもらった方が効果高かったんです。で具体的にどう効果が高かったかっていうのを話をさせていただきます。 このノックボットと、あ、ごめんなさい。ノックボットっていうものを使ってやりました。たまにフューチャーサーチっていうものを使うんですけども、ノックボットっていうものを使って作る、あの送ったんですけども、何をしたかというと、えっと、こんな感じですね。えっと、営業はしていません。私の会社の営業なんですけど、営業ていうか、私の会社のセールスマーケティングの活動として作って送ったんですけど、松戸市、柏市、流山市、野田市の企業様向けに、マーケティングカーの情報を提供していた、しておりますと。 で、今回紹介させていただくのは、まさに小規模で実践するためのマーケティングノウハウですよ、みたいな感じで、ここに URL 載せるんですよ。動画の。そうすると、これ、URL クリックが取れるように、えっと、立っております。で、なんと、2000件に到着したのかな ?2000 件に到着して、210件 URL クリックあったんですよ。すごいことですよね。210件の企業さんが見てるんですよ。私のページを、その一回で。で、そして、そこからですね、 えと6、7件メールが返ってきました、しっかり。そして、えー、と今日この後セミナー終わった後に面談ありますけれども、面談化だったりとか、えーと、その企業さんが面談し,面談したので、商談化しているので、えー、と面談化したりとかっていう形で、えー、と月に3件ぐらいは面談化できるよというような、2万円ぐらいの投資でした。1万9000円とかかな。うん、非常にあの便利かなというふうに思っています。で、ポイントは、セールステキストにしたら一発でアウトです。 ぜひ打ち合わせさせていただきたくみたいなのはアウと。だと思ってます。で、小笠さんのところの話でも言ってましたけれども、このターゲッティングしたキーワードに沿って文面を構成しないといけないということでございます。これが重要なところ。そして、えっと、SNS マーケティングに関してはそんなにあの深く話すことはないんですけれども、毎日やってることは、毎日とか2日にいっぺんやってることか。 1>, 1週間に2日やってることは、キーワード検索して、ユーザー特定して、いいねして、申請するみたいなのを、2日で10件みたいなことを目標においてやってもらってます。で、それで SNS 投稿したりとか、えっと、僕がしたりとかっていうようなことをやっていて、あの、るんですけども、まあ、まあポツリポツリと、ぽつりぽといい面談になったりはしています。はい、ですけれども、ただ、なんかつながりたいだけの、あの、大人 SNS 中毒者みたいのがはびこっているような最近気がしているので、若干、あの、 無駄な労力かかるなっていうのは思っています。はい。という感じです。これが、まあ、デジタル活用としてリード獲得どうやってやるのっていうところの一つです。とにかく僕は、広告運用より具体的な施策としては、これがいいかなという感じがしております。はい。えー、続いて、4つ目。リードを育成する手法とは、育成ってできんのかいって話ですね。はい。で、そこで言うと、この1と3度というところでございます。 はい、えー、と細かく話すと、これも時間なくなっちゃうんですけど、えー、とこの絵で見た通り考り、感じてください。えー、と3つのギブを与える必要があると言えます。まず、圧倒的に印象を与えること、そして、ワクワク感、期待感みたいなものを啓蒙だったり、期待感だったりを与えること、そして学習を与えていくということをしないと、発注には至りませんよというのが、これはもう完全なる方程式です。これは B2C も B2B も変わりません。 特に学習を与えないと基本的には発注には至らないということが分かっています。はい。はい。今もまたあのメール来たんですけど、どなたかが僕のウェブをこう行ったり来たりしてくれて、それが通知が飛んできました。ごめんなさい。話戻ります。 すべ、えっと、てコンテンツを揃えていく必要がありますよという話、あの小川さんの話もしてたかな、私の方でもさせていただいたと思うんですけれども、えっと、基本的にはです、ね、知らない状態から知ってもらうタイミングでは気づきのコンテンツが必要ですで。知ってもらってから興味あるよって思わせるためには、さっき言った期待感を負ったりとか啓蒙したりとかっていうような、そういったコンテンツが必要です。そして、興味持ってるよっていうところから検討させるためには、とにかくお腹いっぱいになるまで学習させる。 その人が、クライアントが、そのリードが、えーと、自分の言葉で説明、プレゼンできるぐらいまで勉強させるというのが重要です。そして、えー、事例だったり、料金だったりとかも正しく理解してもらうようなコンテンツを用意して、最終的にクロージングということです、まあ。ごめんなさい、赤文字についちゃってますけど、抜け漏れがない営業活動をしていく必要があるよということです。 あのコンテンツ戦略、最も僕は重要だと捉えておりまして、えーと、これをしっかりとできることによって、えー、とそこからあの先ほど小川さんも言った通り、ものすごいたくさん来るというか、刺さる人にだけ刺さって、しっかりと,、えー、と面談が創出されたりします。はい、どんどんいきますね。で、あの最近 AI が登場してきて、えーと、あ、これ AI が作った記事だみたいな、げんなりするケース結構多いんですけども、やっぱ AI は補助に使う以上にまだしない方がいいと思ってます。なぜならば、 オリジナリティがないものに関しては、基本は Google も、えー、Yahoo もそうですけども、上に上げません。はい、なので、えっと、やっぱ AI の文章、一発で分かるんですよね。なので、そこの部分は AI を補助に使うということをしてください。企、ま、画、あ、生成する場合はキーワードボリュームをするから、キーワードボリュームから逆算して、Google キーワード検索、Google キー,ワーキーワードトレンドだっけ、キーワードプランナーか。 だったりとかこういうやったようなツールを使って、あ、これが今キーワードとして伸びてるんだって分かったら、アジェンダを作ると。でアジェンダ作るのに、ちょっと意見聞いたりとかするのは AI に聞いてみるは OK です。で、AI に記事のコッシュを作らせてその、その上で最終的に独自性を持たせるみたいになったらいいんですけれども、基本全部作らせるのは良くないなと思います。私もこのキャッチーっていうのを使ってるんですけども、裏側は、えっと、オープン a i ですね。 このオープン a i を裏側で走らせるキャッチというものを使ってやってますが、基本的には補助ですね。で、コンテンツを作り続けるということをやっています。であとは効率的なデジタルコンテンツの作り方としては、例えば今日みたいなセミナーをやったら、セミナーコンテンツを動画化して、そして記事化して、ホワイトペーパー化してみたいな感じで、ワンソースがマルチユースで使えるような、そういう活動をすると非常に効率的かなと思います。で、それらをメールで配信していく。 みたいなことを皆さんぜひやってください。で、それぞれのポイント、ここに書かせていただいているので、まあ、ぜひ一度お試しいただければなというふうに思っています。はい。で、えっ、ー、と、いよいよ大詰めでございますけれども、リードアクティベーション活動というふうに言っています。はい。データ、デジタル上の顧客動向を活性化させるための活動と。よくナーチャリングとかってリード育成とかっていうんですけど、私は最近リードアクティベーションみたいな発想のが近くてですね、 えとそれを実際にやっております。はい、でさっき言った、この上の部分はウェブを、ウェブのコンテンツ生成しましょうね、マーケティングオートメーション実装しましょうねっていうものなんですけれども、えー、とマーケティングオートメーション実装するとですね、えーと、定期的に保有リードに対して情報を提供していくと。そうすると、えー、と MA でさっき言った通り、反応リードが来るんですよ。通知が来るようになると。でそこに対して反応したらワントゥーワン、すぐ送るんじゃなくて、ちょっと開けてから連絡するとかっていうことが重要ですと。と でなんか、まあ、これも皆さんよく分かっていることだと思うんですけれども、えー、と僕はあのカイロスマーケティングっていうあの、えー、マーケティングオートメーション使ってるんですけれども、12月に入れたのかな。はい、でまだまだあのスコアもたまってないんですけれども、えー、とこの通り、この35から、スコアの35から20までは、あ24ぐらい、21からまではもう受注しているお客さんたちです。 で、一方で20ぐらいのところは、えー、と商談してくれていて、私たちのページもたくさん訪れてくれているしっていうのが分かってくると。で、週に1回こういう、えー、とリード、新しくこういう人がリードがアク,ティティーアクティブになりましたよとかって来たりとか、即時にこう連絡が来たりとかっていうのは設定ができます。で、具体的にどこまで分かるかというとですね、あの、1回メール送って、メールが URL クリックされましたよと。で、私のメディアのページ見てますよと。 その後、今回、セミナー見てますよ。この人ね、セミナー来れなかったんですよ、今回。で、セミナーのページ見てます。セミナーのページ見てます。またセミナーのページ見てます、みたいな。2月7日ですよ、最近ですけれども、えー。セミナーのページ見てるんですけども、この人は結局来れなかったと。来れなかったんですけど、えー、と終わったらぜひお話し伺わせてくださいというようなことを言われております。まあ、このような形で、デジタル顧客行動が終えることによって、何に興味があるかというのが分かってくるというのがすごい重要かなと。 でこれらを実装するのってそんなに難しくなくて、えー、とコンテンツ生成をして、そこにさっき言ったデジタル動向を追客できるような仕組みを入れればいいという形です。あとは、どんどんアクティベーションしていく。どん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 ,、えーとなんだろう、反応を待つようなコミュニケーションを、反応させるようなコミュニケーションをしていくというようなのが重要になってきますと。はい、これがリードアクティベーション活動というふうに私は言っております。 でえー、と5番目ですね、毎月の先日作成の PDCA ということで、えーと、なんか僕、戦略とか戦術というこ葉が、ものすごい人によって定義が違ったりとかするので、あのー、最も重要だと思ってるのって、まあ、ゴール、このゴールに対して何をするのかっていうそ、そこがすごい重要かなというふうに思っていて、私たちではですね、基本的にはこういうような管理表に基づいて、実際毎月、あのー、運用支援をさせてもらっています。 でこれ、全部仮の数字ですけれども、毎月150万円で、原価が80万円ですと、固定費抜いてます。で、利益率が、えっと、利益が70万円ですと。で、その70万円で、年間の受注単価が100万円だとすると、何件のリードが必要なんだっけみたいなのが、ここに出てくる。受注リード何件で、提案するのは何件で、そして、初回面談が何件あって、そのために必要な リード喪失数って何件必要なんだろうみたいなのは、この数値化で全て分かるようにする。で、それを達成するための戦術というものをしっかりと毎月、えー、立てていくというのが非常に重要です。で、毎月しっかり実行できているかどうかも確認する必要があるんですけども、実行できていた場合、成果に結びついてなかったら、これはおやおや戦術が違うねっていう話ができるんですね。なので、まあ私は、えっ、ー、と、習字の戦術の実行のミーティングと、 実次の先日の共有ミーティングということをさせていただいて、えー、とこの運用をしているような感じです。このあたりはまたなんかあの、もし一緒にお仕事する機会があれば、ぜひ共有できればなというふうに思っています。はい。まあ、あのー、以上でございますけれども、まとめるとこんなような形のことを僕はしていました。で、料金で見ていただいた方が分かりやすいかなと思うんですけども、さっき言った通り、このフューチャーサーチとかノックボットとかっていうホームマーケの、えっ、ー、と、 金額は2万円とか19000とかだったのでまあ3万円ぐらいはしないだろうって感じでウェブ作るのもワードプレスだとね5060万ドンってかかっエンジニアリングかかっちゃうよみたいなことあるんですけども2 3 0万で作れますよとかっていう感じですしえっ、ー、とこの記事に関してもさっき言ったキャッチーみたいなのを使ってみんなでこうシェアしながらやっていけば月額1万円ですとでえっ、ー、と このカイロスさんですね。カイロスさんは月額2万円とか3万円ぐらいなので、これプラス3人月という形でございます。なので、毎月の、えー、と支出7万円ぐらいの支出と初期投資30万円ぐらいで3人月が必要だというのが、えー、と私たちの、この、あれですね、うん、マーケティング、セールスマーケティング、小さく、小さい活動で大きな成果を出すという形です。ごめんなさい、感じ違いますけれども、先ほど言った通り1000万円のクライアントと出会える可能性があるというようなところで、皆さんにもぜひ、 えとこの活動みな、えーと、なんか気づきがあったらですね、取り込んでもらえたらなというふうに思ってます。はい、で、最後に、えーと、ご案内までなんですけれども、えーと、セールス特化型のウェブサイトとか、えーと、我々からアセットを共有するという、マーケティングアセットを共有して、社内の人間を教育するみたいなことをやっているのが、えーと、このオールインワンマーケターへの道というサービスでございます。もしご興味あれば、ぜひ見ていただければなというふうに思っています。で、最後に、一番最初に皆さんにお伝えしたかと思いますが、 僕は宿題を忘れないタイプなんで、皆さん、画面の前で10秒考えてください。明日から変革することは何でしょうか。5秒待ちます。はい、ありがとうございます。5秒待ちましたが、皆さん、変革すること決めましたでしょうかどんな小さなことでもいいです。はい、変革ぜひしてください。で 皆さんがまとめて、皆さんの頭の中でおそらく今日これは変革しようというふうにまとめたと、まとめられたと思うので、えー、とこのセミナーは以上でございます。ご清聴いただきありがとうございました。